皆さんこんにちは、ビールジェントのダンです。今回はライングエクステンションを行っていきたいと思います。ビールジェントの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。皆さん、ライングエクステンションって言ったらどこに落としていきますか？だいたい額とかちょっと頭上ぐらいまでは落とすかなっていうやり方だと思うんですけど、僕は肩の関節がまずそもそも柔軟性が良くない状態でやっちゃうと確実に怪我するフォームで行っています。で、これやってる理由としては、背中までしっかりとストレッチがかかるっていうのと、三頭筋もしっかりと伸ばせる、また最大のストレッチをかけた上でしっかりと収縮ポイントまでグッと持ってくるんで、収縮も効くっていうので、僕三頭筋が柔らかい分伸びにくいんですよ。これやったら伸びるって言われるフレンチプレスとかでも、伸ばすためにはもっと下に下げなあかんかったりするんで、急にプレスができなくなるとかがあったりするんで、そこでストレッチ最大にかけるにはどうしたらいいのかってなった時に、フル稼働でこれをやったらいいやんってなって採用してたまーにやってるんですけど、一緒にやる人みんなに大丈夫って言われる角度でやってるので、危険やなって感じる方はもう参考にしないでください。ただ柔軟性的にもいけるなと思う方であれば、ぜひぜひやってみてください。まずはですね、普段結構重い重量でやる時とかやったら、僕20キロぐらいつけてスタート位置が地面になるんですけど、今日はちゃんとこのシートの上から行っていきます。ただジムでこういうシートの上にイージーバーを置いたりすると、シートが痛むからやめてくださいって言われたりもするので、膝に乗っけてそこから寝転んでやるのが一番かなと思います。一旦確認してからスタート位置は自分でセッティングしてみてください。ということでやっていきましょう。フライングエクステンションするときに割とこの状態でやる人も多いんですけど、この姿勢の時点で最大ストレッチかけるのに下ろせる位置ってちょっと高くなってくるんですよ。もっと下ろせるのに下ろせなくなっちゃうんで、僕は足を上げて腹筋に力を入れれる状態で下ろします。だから最大ストレッチかけた時に、あ、無理やなってなった時、お尻をこうグッと上げちゃえば、上げる時にグッと落とした勢いで上げることができるんで、追い込む時にもめちゃめちゃ追い込めるんですね。下にやっちゃってると上げるにも上がらないんで、この踏ん張りが全然効かないんですよ。だから僕は足を上げて行います。で、余裕ある時とかやったらこうやって足上げたりするんですけど、この最大でやる時に足上げると後ろにコロンって転がることがあるんで、基本的に足はちゃんとシートにつけてあげます。こういう形で踏ん張れるようにしてやります。この時点でもう僕は肩甲骨を下げる状態で胸をガッと張っちゃいます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。スタートがここ一緒なんですけど、下ろす位置がだいたいこういう形、もしくはこの辺りになると思うんですけど、僕はもうここぐらいまで落として、ここからグッと上げます。ここぐらいまでグーッと落として、もっと落とせるなと思ったらグッとお尻上げてさらに落としたりとか、ただお尻を上げすぎると次ストレッチ弱まるんで、基本的にはここまで行ったらそこからまたグーッとグーッと落としていって、こっから上げる。この時に基本的に僕今 やってるの見てもらったら分かるように、ちょっとこっちに引っ張ってるんですよ。こっちに落とすと三頭筋から抜けちゃうんで、こっちに引っ張ることでさらに三頭筋が伸びる。で、グッと上げていく。グイーンと落として、グーッと落として、上げていく。これを20キロでやると、こっちの引っ張ってる時にもう地面についちゃったりするんで、あんまりここまで動かせないです。ただ高周波は使えるっていうので振り回してます。これはもう代償動作とか気にせずに、僕は振り回すトレーニングとして重量を持つっていうのでグッとやっています。しっかりとね、メインは伸ばす、上がらへんなと思ってきたらお尻上げて、こっからうんと上げる、落として落としてお尻つけても落として、うわ伸びる伸びる伸びる伸びたなと思ったら上げて、ぐんと振り回して上げる。こういうラインエクステンションです。基本落としてる時に肘開いちゃう人も多いんですけど、肘閉じたまま落とせるとこまで落としてあげる。これで肩が詰まるやったら肘開いてもいいです。それから肘開くと可動域広がるんで、さらにまたグッと落とせます。よいしょ。まあこれである程度追い込んで効いたなと思ったら、僕はこのまま足を上げてナロープレスで、さらに追い込む。これで三頭筋をいつもパンパンにしてます。収縮とストレッチ共に堪能するのであればめちゃくちゃいいです。あんまり3時に時間を使わないんで、 2,3 種目分ぐらいの感覚でやってます。収縮ストレッチガーってやって、やばなってきたら
ちょっと額のやつもちょっとだけやったりして、あ、もうこれも上がらへんってなってきたらプッシュする。レップ数で言ったら1セット30からそんぐらいやってたりもするんですけど、合計したらまあそれで時短してるかなっていう感じです。やっぱここまでストレッチかけないと僕ストレッチ効かないんですよ。肘をこっから後腕に上げてあげることでストレッチをさらに感覚として感じれるのでやっています。まあストレッチするときにこっちに引くと肩に意識抜けるんですけど、こっちに引っ張ると伸びるんですよ。ただ自分ではここ以上いかないんですけど、重量乗せたらさらに押してくれるんで勝手に。だからこれストレッチ種目として今のフォームでやった後に次の種目では額に落とすようなしっかりとラインがエクステンションを収縮メインでやってあげるとまた違う種目になるので、場所移動しなくても2種目できるんですよね。肩の柔軟性に自信のある方はやってください。ただ肩の柔軟性がない人がこれやるとすぐに怪我してしまうので、そこは注意していただく必要があります。まあ1種目目に持ってくるというよりかは肩のインナーマッスルを温めてからやってあげると肩も言わしにくくもなるので、やる前の準備運動っていうのは怠らずにこの種目をやってあげてください。参考になったなと思った方はいいね。僕結構過去に怪我をしたことがあるので、肘を痛めてるんですけど、肩を痛めてるんですけど、そういう時ってどういう種目をやっていますかとか言っていただければ、僕が痛めてた時の応用して使ってた種目なども紹介できるのかなっていうふうにも思うので、気になる方はコメントにお願いいたします。ちなみに僕が怪我していたのは肘、肩、腰、首で、背中の側腕症、ほぼほぼ全部です。で、膝もやってますね。まあ今足トレがちょっと禁止されてるのもあって足トレとかはしてないんですけども、上半身であれば何でもちょっと僕がやってきたことをお伝えできるのかなっていうふうに思うので、気になる方はコメントにお願いいたします。またビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますし、概要欄にも新商品などのリンクも貼っておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。